全明寺は、愛媛県今治市あがたにある新言宗豊山派の寺院。金県山、宝松院とゴース。本尊は、不動明王。四国八十八箇所令場の第54番札所。本尊新言のうまく三万だばザラだんせんだまかろう者だ。そわたや、うんたらたかんまんごえいか、曇りなき鏡の縁と眺めれば残さず、影を映すものかな農教員。当時本尊。 奥の院、薬師如来寺への新入路は、桜のトンネル境内には、足火の木が多く、春の悲願の頃から美しい花をつける。桜や筒子も多く植栽され、花の寺としても知られている。また、真面の同票で最古とされるものが残されている。自伝によれば、聖武天皇の直願を受けて養老四年行記が、 不動明王を刻み現在地の北の近県山の山頂に道具を混流して回帰。公認年間には空海が佐賀天皇の勅命によって再興し、不動院園、明寺と名付けたという。行前国宿用と左端は、昭夜、落ち孫兵衛の墓、右端は、万、まあ、年の変路石かつては、谷に百望を有し信仰と学問の中心であった。 鎌倉時代文英5年には、著書の多いこと日本一で学問は内外に通じ、深く、ゴーダ天皇の尊数を受け、生前に国史の豪を賜ったほどの学僧行前がこの寺の西谷の坊で八州紅葉を表したことは有名で、当時境内に供養塔がある。しかし、再三戦火に焼かれて、境内を移転し、教法十二年に現在の地に移転した。その時期に、 当時の庭園を増園した際に、植木として植えられたというつぶらじいが現存している。明治初年の頃、神仏分離例で、四国遍路は神社に参拝することがなくなり、本札所の大山住神社を四国遍路としては参拝しなくなり、大三島に渡らなくなって、かがり火としての延明寺の意味合いがなくなり、また、53番、54番と同盟の札所が続く、混乱を避けるため、 当時は、通称の延命寺を神号とした。本尊移し仏に大門を入ると、左手の丘の上に手狼があり、さらに目の前の小型の注文の右手にも手狼がある。その門を入ると、少し先に、長津場がある左には、薬師堂、農協所がある。石段を少し登ると正面に本堂が立ち、左の石段を登り詰めると大師堂がある。 本省の金賢次郎、つぶらじい金さんの頂上にあったと言われている。現在は延命寺境内の薬師堂に移されている。当時で農協あり、の万地区の石頭群。ありがとうございます。